料金所と管理事務所仮坂トンネル有料道路は埼玉県秩父市と山梨県山梨市との県境付近を結ぶ有料道路である路線の大部分を仮坂峠の下を通る仮坂トンネルが占めており全線が国道140号に指定されている1998年4月23日に開通した埼玉県秩父地方と山梨県甲府市の アクセス道路としての機能を持っている。仮坂トンネルの長さは6,625メートルあり、一般国道では最長である。東京湾アクアトンネルに次ぐ2番目の長さを有する。また、原付一種が走行できるトンネルとしては、国内最長でもある。本路線が開通する以前は、埼玉県と山梨県を直接結ぶ車道が存在せず、 国道140号も埼玉県と山梨県との県、境区間は、仮坂峠を越える登山道が指定されていた。このため、埼玉県と山梨県を自動車交通により移動する場合は主に、中央道などへの広域迂回を強いられ、仮坂峠を挟む区間は長らく、開かずの国道と呼ばれていた。1998年の共用開始以来、埼玉県及び、 山梨県総合の観光需要の高まりや渋滞の頻発する中央自動車道の回避ルートとしての利用があり、2006年までは計画の8割強の交通量があり順調な利用状況であった。しかし、2007年の県央道の八王子 JCT、アキルのインターチェンジ共用開始以降は利用が減少し、2017年度では当初計画の4割強程度に、 交通量が落ち込んでいる。このような状況か、需要喚起を目的に2015年7月1日から11月30日までの期間、全車種の通行料金を無料とする措置が取られたことがある。有料道路区間は埼玉県及び山梨県にまたがっているが、管理は山梨県道路公社が行っており、管理事務所や料金所などの管理施設も山梨、 県川高校付近にある。前線が国道140号に指定されており、地域高規格道路に主管等連絡道路の一部を構成している。有料道路区間の延長は仮坂トンネル埼玉県川高校から山梨県側の料金所単点までの6845メートル。通行料金は普通車740円10月1日、改定。 ETC 設備はなく、料金生産は現金、または、回数券のみとなっている。料金徴収期間は共用開始の1998年4月から2028年4月までの30年間。 山梨川 116mR イコール 2000m 中間 5677m 直線埼玉川 832mR イコール 1600m 山梨川 2935m0.3% 埼玉川 3690m3% 山梨川 1192.210m 埼玉川 1090.294m 歩行者 自転車、小型特殊自動車は通行不可。また危険物積載車も 5km を超える長大トンネルを含む区間である。ことから、道路法により通行禁止となっている。なお、本路線を運行して、埼玉県と山梨県とを結ぶ路線バスなどの公共交通機関はない。道トンネル内では、TBS ラジオ、文化放送、日本放送、JWAV、 山梨放送、FM 富士、NAC5、NHK 第一交付局、東京局、NHK 第二東京局、NHKFM 交付局、埼玉局の在京、山梨、埼玉の各ラジオが再送信されている。放送局が多いのでトンネルで入り口に表示されている、ラジオ局一覧の看板は全局を羅列した表示にせず、山梨県側で入り口では、 山梨のラジオ局、埼玉県側で入り口では、埼玉と東京のラジオ局のみを表示し、視認性を高めた形をとっている。同国道の他のトンネルに比べて、再送信するラジオ局が多いのは、県境を貫いていることや、峠付近で標高が高く受信が容易であったり、長大トンネルという防災面やドライバーのニーズに即すため、などである。なお、 J-Wave とかつて同じだった、東京タワー送信の東京 FM や現在、同じ東京スカイツリー送信の NHK、FM 東京局は、道トンネル内で再送信されていない。国道1 4 5号バ,バイパス、ミナのよりバイパス、ミナの秩父バイパス、秩父小賀のバイパス、大滝道路、仮坂トンネル有料道路、甲府山梨道路。ありがとうございます。